今日はですね、もうオープニングは、撮りませんけども、いきなりこの台湾ラーメンの店、名古屋から来たね、有名なお店なんですけどね。あー、ありがとう。うまそうやわ。もう来てるんですけどね、とりあえずウーロンハイいただきたいと思います。お疲れ様ですね。お疲れ様です。ありがとう。ウーロンハイいただきたい。美味しい。もうね、目の前には美味しそうな麻婆豆腐が来てるんですよ。これちょっとね、ちょっといただきますけども、ちょっと皆さんで食べましょうよ。これちょっと一回ね、この麻婆豆腐はもうなんか本当ね、確かに山椒の香りというよりかね、ちょっと唐辛子が効いてる気がしますわ。でもこれ、うわ、ちょっとね、いただきますけども、どんなんやろ。麻婆豆腐です。箸で食べますね。あ、これめちゃめちゃ美味しい。ほんま食べてみてください。これうまい。相当辛いけどめちゃくちゃ美味しい。うん、あ、僕台湾ラーメンください。めっちゃ美味しい。これ食べてください。ほんまうまい。もうこの辛さがね、パンチある。久しぶりに美味しい麻婆豆腐食べてるね。それ言ったら私、本当に美味しい。もうケンボさん、ぜひね、食べてほしい。皆さん、はい、台湾ラーメンが来ました。これね、なんかね、割とね、小さい小丼ぶりみたいな感じに見えるんだけどね、量はたっぷり入ってますよ。ちょっとね、いただきますわ。これはうまそうやわ。本格的な台湾ラーメン初めてです。めっちゃ辛いわ。辛っ。これね、これね、これ下手にね、すするでしょ、あの喉に来ますわ。麺をすすると喉に来ます。でもうまい。あと引く美味しさやけど、ビビりますわ。あ、辛さにビビりますけど、辛いだけじゃない、美味しいね。これ麺もまた美味しいわ。台湾ラーメンは100円増しで激辛に行きます、ね、いや、もうすでに激辛です。すで、うん、に激辛です。皆さん、これね、多分ね、アメリカンっていうのもあるんですよ。多分アメリカンにしたらもうちょっとね、辛いの苦手な方は食べれるようになる、うん、これ吸い込んだら飽きません。あの辛い、咳込みますわ。うん、で途中ね、麻婆豆腐、麻婆豆腐より辛いかな、ちょっと分からんけど、うん、あおいでますからね、前のシムさん。これ明日の多分お尻火事ですね。この台湾ラーメン食べてね、この麻婆豆腐食べるとね、ちょっとね、この辛さの麻痺起こします。でも美味しいよ。吸い込めませんわ。お腹ね、いっぱいなかったら脱皮ガニの唐揚げとか食べなかったな。脱皮ガニですからね。脱皮ガニですよ、丸ごといけますよ。食べなかったな。あれ、うん、うん、なんか後から食べたくなる味。うまい。
ほんまにうまい。すると来る。ただ辛すぎてさ。辛い、めっちゃ辛いです。あのね、吸えない。吸うと辛い。辛くないか、吸うと。もうさっきからずっと鼻が出てくるんですよ。それにしたらこんだけ飲んで食ってないから、ケンモさん麻婆も言ってくださいよ、絶対。はい、でもこれ美味しいわ。それがほんまの台湾ラーメンやなと思いましたね。大阪で変わってたのが長崎やね。すごいよ。なんか電車で川の上で駅に行ったり。あ、福川？大阪ちゃうよ。大阪知らんな。ハマりますね。向こう側はあんまり変わらない。許してくれない系のラーメン。でも大阪の方が酔っ払ってんのみたいな。ちゃんと辛さで目覚ましてるみたいな。もう間違いない。それだけ顔があるから。麻婆豆腐、これね、かなり美味しいよ。けどね、きっとね、もうあのさっきのね、台湾ラーメン食べたらね、これこの辛さはね、あの多分いける辛さですわ。いける辛さ、うん。もう台湾ラーメンに比べたらもう全然大丈夫な辛さです。ね、いける。でも美味しいよこれ。めちゃくちゃ美味しい。終わりがイコール名古屋。終わりがイコール名古屋。台湾ラーメン食べた後、この麻婆豆腐食べたら、むしろね、甘さを感じますわ。甘みを感じる。でもね、美味しいね。これ、ね、順番がありますわ。さっきに麻婆豆腐食べるべき。でも、うまみがすごい。もうね、ちょっとデザートにごま団子いきますわ。もう私は口の中の火事になってますからね。ごま団子いただきます。もうさすがですわ、ごま団子ね。安心感がある、うん、このごま団子でリセット、うん、今日はね3人で来てるんですけどね、シムさんがあのごま団子注文してくれてよかった。最高、最高。もうこれでね、お口の中のもう辛さがねリセットされました。でもね、これ食べた後まだこのスープ残った、スープ飲みたくなるわこれ、うん。みんなで何かやってみるよ。いや、最初に一緒にいて、香りしとるんですわ。めっちゃ辛いから水もいくなんか。あ、今いける。でももうラーメンも食べられたね。あ、うまいわ。ママ、頼んだやつ1本足らんよ。あ、うまい。いや、これごま団子のね、そうそう、達成感もあって、でもごま団子の力を借りました、これ。出ないと無理。
しい。これよりこれだよ。これったらもうもし残ってたら。あーうまい。もう満足しました。大満足しました。ここいいっすわ。味仙。味仙っていう店なんですよね。台湾ラーメンが流行る理由っていうのが分かりますよ、はい、名古屋は南部ですよね。なんかラーメン食べなくていいかな。今ですね、味仙さんで食べてきましたけど、ここの台湾ラーメンほんまにうまいよ。めちゃくちゃやばかった。本当にもう台湾料理の味仙さん、もしよろしければ来てみてください。いつもですね、山ちゃんの YouTube 見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。